やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーでございます。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントでこの日空いてるよ、空いてないよってアナウンスしています。で、お知らせ4つあります。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会。こちら、今日はこういうイメージだよ。今日はこういうことが起こりそうよ、みたいな、こういうふうに過ごしてね、とか、あと、の、毎日配信してたり、あと、週刊運勢やってます。で、二つ目、ズバッとタロット。こちら、一枚一枚丁寧に絵を描きまして、正位置、逆位置の意味を書いたので、その日からズバッと占えます。三つ目、人生後半を学びやオンラインサロンマチュール。こちら、月に一回ね、外部の講師の先生を招いて、セミナーをやったりとか、あと、新年会も計画してますので、新年会ぜひ皆さんいらっしゃいませんか ?1 月末までは、会費無料でございます。で、四つ目。世界一簡単に楽しくカバダンス秘術をマスターできる回転寿司占い講座、1月中頃まで募集しております。ぜひマスターして人生を変えてくださいね。さてさて、今日も行きますでしょうか。イエスかノーでご質問を占うコーナー。まず一つ目、説明一つ目、質問は時系列で読んでいます。今多分11月中旬からもうすぐ下旬に行くかな。このくらいの質問を読んでます。で、リクエストは、この今見ている動画のコメント欄には書かないでね。固定コメント、この動画の固定コメントにリンクが貼ってあるんですよ。その動画の、貼ってあるリンク先のコメント欄に書いてください。リクエスト大募集っていう動画なんですけど。はい。で、質問は1人2問まで。何?一生ずっと2問までじゃないよ。で、1回質問したら5日間はくらいわけで、また、空いたらまた質問して、OK です。たまに勘違いしてる人がいて、一回質問したらもう二度と質問しちゃダメなんじゃないか、みたいな。一人一回二問までで、一回質問したらいつか分けてっていう意味です。はい。じゃあ、占っていきましょう。はい。では、今日も占っていきましょう。はい。今日のトップバッターは、今現在、年収130万円が不要の壁ですが、2025年以降に年収55万円に変更になる可能性がある。との話が出ているそうですが、そうなるでしょうか。2025年に55万円に変更になるか。まあ、これは普通に肯定するカードが出たら、なるかもね。うん。そうね。もうなんか、扶養の壁とか気にせずね、働いた方がいいよ。時間がある人は。うん。突き抜けてもっと、130万でこう調整とかじゃなくて300万とか400万とか稼いじゃえば、うん、多いんだから。ね、うん、そう。そうそう。55万。55万とかになったらもうさ、1ヶ月換算にするとほぼ、なんかほぼ働いてないくらいのなんか、量じゃん。それならもう突き抜けて働いちゃっていっぱい働いた方がお得よね。お得かどう、お得っていうか、うん。はい。あ、でも、ノーかな。ズバッと出ました。2025年以降、ノー。55万円っていう数字があれだった。ダメだったかな。もっと、そんなピンポイントで言われたらノーっていう感じかもしれない。もしかしたら。とりあえず55っていう数字はノーでございます。続いて、ワリエワ選手のドーピング問題、WADA っていうのかな。4年間の出場停止と金メダル剥奪を申請したそうで、これ何 ?CASA。読めないんだけど、これの判定マスのようですが、どうなりますか。金メダル剥奪。日本の選手の皆さんにメダルを授与してあげてほしいです。ワリエワは、金メダル剥奪されるか。あ、これ誰目線だろうね。誰目線だろう。ワリエワちゃん、ワリエワ目線で見ようか。ワリエワ目線だから、だから悪いカードが出たら剥奪される。世界の逆。あー、ズバッと出ました。悪いカードだけ、ね、全部ね、そうだね。でもこう、決定的な、ズバーンっ
ってすんごい悪いカードじゃないんだよな。これ剥奪以外になんかないですかね。他。対策中点がさ、釣られた男なんだよな。金メダル、ワリエワからは剥奪しないまま、他の人にもあげるとか、ちょっと、剥奪っていうくらいの感じのズバッとさがないんだよな。いまいち。ワリエワは現状維持のまま、もやもやっとしたままかもしれない。ワリエワ目線じゃない方が良かったか。日本人、日本の選手が、日本チームが、日本の選手？日本チームがメダル取れるかって日本目線でしようかね。ワリエワ目線だとちょっとわかんないや。剥奪されないままになんか他の方法があるのかなと思って。日本選手にメダルが回ってくることはあるか。いやー、これも来ないかな。ズバッと出ました。はあ、じゃあ、日本の選手が、チームがメダル回ってこないと思うの。じゃあ、やっぱり最初も、なんかこのまんま行くのかな？ノーかな？決着みたいなのがなんかつかないような気がするんだよな。どうなりますか？これ、イエス、ノーでちょっと答えられない。剥奪されない、かな。続いて。大坂なおみさんが今後グランドスラムで優勝するか、ランキング1位に戻るか。大坂なおみさんがグランドスラムで優勝するか。大坂なおみさんがね、カバラス秘術777なんですよ。グランドスラムで優勝。感情的なカードが出たなぁ。ちょっとまた。感情。ちょっとごめんね、カメラが。よいしょ。感情的になっちゃうかな。難しいかな。ズバッと出ました。ノーで。難しそうかな。ランキング1位に戻りますか。ランキング1位に戻るか。ところで、錦織さんはどうしてますか。元気ですか。ランキング1位に戻るか。あ、それはでもズバッと出ました。こっちはイエスみたいなカードが出る。なんでだろう。ランキング1位はね、イエスっぽい感じが出た。へえ。続いて、岸田さんが1年以内に辞任するか。今後1年以内に辞任するか。ああ、息子のこと占わないとなんか、ね、フジテレビに情報がダダ漏れなんじゃないか、息子経由でみたいなね、記事が出ましたね。辞任することはあるか、恋人の逆。ズバッと出ました。あるかもね、イエス、あるかも可能性として。裏切りみたいな。全体的に悪いね、これね。めちゃめちゃ悪い感じが出たな。あるかもね。辞任。続いて、今後1年の間、ドル円相場は円安方向か円高方向か。二択でいこう。円安か円高か。ちなみに今、130円くらいかな？そこを基準に行くよ。130よりでいい？もっと120円とか基準にした方がいいのかな。どうしようか。今の130円基準にしていいかな。そこから円安。だから また140円とかを売ったり来たりするのか。なのか、120とか110とか円高方向に行くのか。円安、円高。肯定。円安、円高。おっと。ズバッと出ました。こっちかなしかも、悪い円安みたいな感じが出たんだけど。悪魔のか。円安で、はい。円安でお願いします。はい。いや、本当はね、
なんか、こういう感じで出て欲しかったのよ、なんか。イエスみたいな。悪魔か。なんか意味深だね。うん。こう、はい。続いて、こんにちはズバリ。1、統一教会の母、読めないけど、はホリエモンのお母さんですか ?2、キム・ジョンのお母さんは横田めぐみさんですか。はい。返信に書いたけど、ごめんなさい。採用できません。はい。ごめんなさい案件です。ございます。はい。ごめんなさい。これはね、ホリエモンさんからも横田めぐみさんっていうか、の、ご親族からも私が訴えられたら大変。そのね、一般の方をね、の、こう、出生みたいなのはね、公に言わないものではございません。はい。続いて、こんにちは。何回目で読まれるか楽しみです。多分、何回目だ今日。うん。100超えてるかな?超えてなかった!うん。さて、海に落ちてる声、海に落ちてる北のミサイルについて、海中の生き物たちは無事ですか?また汚染されてないの?海中の生き物は無事か?いや、それは死んでる魚とかもいると思う。何をもって無事って言うか。生態系が壊れるみたいな感じでいいかな。生態系に影響するほどの。いや、それはね、泳いでる魚はそれは死ぬと思うんだ。無事の表現だ。生態系が破壊されてるほどかどうか。あー、なんかやばいね。ズバッと出ました。タワーが出たね。なんかが壊されてるね。そうだな。三角。うん。破壊されては再生されみたいな。あんまりよろしくないですね。うん。大丈夫とは言えないかな。あんまり。続いて。汚染されてないの。汚染。それさ、ミサイル撃たれるたびにさ、核がこう、搭載されたミサイルでしたみたいなのは、搭載されてたらそれどころじゃないか。大爆発になるからわかるか、さすがに。汚染されてないか。海がね、こんなに打ち込まれて海が汚染されないのかと。本当にね。でもそれを言うと、自衛隊とか、米軍とかの演習会場のこう、ババ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 ってこうミサイル撃ったりして、演習とか、それも、やばいんじゃない?どうなんだろうね。汚染されてないか。ズバッと出ました。これも三角かな。汚染されてはまた復活しみたいな。だから壊されては復活し、汚染されては復活しみたいな。まあ、自然のこの自浄作用みたいなので、復活はしてそうだけど。うん。致命的ではなさそうだけど。まあ、そのたびダメージを受けてそうですね。はい。続いて。今日は11月18日です。ありがとうございます。今日も北朝鮮がミサイルを発射させました。北朝鮮はなんでミサイルを発射するんでしょうね。1、ロシアが攻めてこないように、だけどロシアを刺激しないように東側に飛ばしているのか。2、日本やアメリカを刺激したくて飛ばしているのか。1、ロシアが攻めてこないように、ロシアと仲良しじゃなくてむしろ。ロシアが攻めてこないように。方向は一応ね、ロシアと、韓国に被らないようなこの角度で、だとみんな方向らしいですよ。うん。なので、方向はね、ちゃんと考えてるんだって。ロシアと北朝鮮にかすらないように。1はイエスかノーかって聞こう。1はイエスかノーか。ズバッと出ました。ノーですね。だから1は、いや、攻めてこないようにじゃなくて、1は、ロシアとは仲良しだよって言ってます。やっぱり、うん。です。1の脳の意味は、ロシアは敵じゃなくて、ロシアは仲良し。2、日本やアメリカを刺激したいか。日本やアメリカを刺激したいのか。ズバッと出ました。刺激、そこまで考えてないかな。そこまで刺激したい。いや、刺激でもないかな。脳かな。愚者が出たじゃん。そこまで考えてない。多分。やっぱり、前に占った時にさ、ほら、新作できたよって見せたいって言ってたじゃん。私、なんかの動画で。皇帝が出たから、やっぱ、ね、
あの、将軍様の、あの、偉大さは見せたいっていうのはあるよ。刺激ね。刺激ではないかな。なんだろう、この表現。なんて言ったらいいんだろう。それよりも、なんか国民に向けて、ほらほら、すごいでしょって。北朝鮮すごいでしょって、こう、見せてる方が大きいかな。国民に対して。続いて、今日のイエスの占いで安楽死について日本の神様は正しくないと思っていると占っていただきました。同様に自死についても聞いてください。正しいとは言わないと思いますが、どのようなカードが出るか。日本の神様がどう思うかよね、これね。タロットさんじゃなくて。日本の神様は自分で自分の命を絶つっていうことに対してどう思われますかっていう。感じはね、どんなカードが出るか、だからイエスかノーじゃなくて、どう思われるでしょうか、日本の神様。タワーが出たよね。逆位置ではあるけど。死神の逆者。皇帝。ズバッと出ました。あー、そうだねー。こういうカードです。ちょっとこれ読むの難しいや。でも対策終点に釣られた男が出るから、とりあえず、まあ、何があっても生き続けろよって言ってるかな。そうだね。日本の神様も、自死については、そのまま現状維持でも何でもいいから、続けること、続けなさい、生を続けなさいって言ってるかな。タワーの逆、死神の逆、愚者皇帝。あえてこれは読まずに、皆様感じ取ってくださいます。お願いします。では今日はここまで。はい。はい。はい。いろんな人が来たので今日はここまでです。じゃんけんします。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。わーっておしまい。人の会がいっぱいで。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。